どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、こちらパーソンカメレオンのパチョミちゃん、まあ男の子なんですけれども、この子がねちょっと真冬の時はねもう軽拒食してたんですけれども、その後どうなったのか、その様子をねちょっと見ていただきたいと思います。いや最近ねだいぶあったかくなってきましてね。はい、ということで今日はねこちら大好物のシルクワームをねちょっとあげてみようかなと思います。さあ食べてくれるか。お、見てるパチョミちゃん、よいしょー、食べてくれましたね。ということでこの通りプチ拒食脱出しました。やっぱりねカメレオンシルクワーム大好きですね、はい、こんな感じでね手からちゃんと食べてくれる距離感にね戻ってきました。さあもう一匹ねじゃああげてみましょうか。さあまだ全然食べるでしょ。怖っ。いやよかった。はい、もうてっきり嫌われたかと思ったけども、はい、まあ別に心許したわけじゃないけどなって目してますけどね。まあともかくねこうやって餌食べてくれるようになったのは本当にありがたいですね。いやこの子ね水もスポイトからしっかり飲んでくれるし本当に育てやすくていい子ですね。どうですか、ちょっと大きくなった、気のせい。一回だけねちょっと軽めの脱皮はしてたんですけれども、はい、じゃあもう一匹ねパチョミちゃん食べてくれますか、僕の手から。さあさあさあ、ういーうい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 、こんなやってるから嫌われるんかな。はい、めちゃくちゃサメ食べて見られてるんですけど、ごめんよ、食べてくれ。はい、よかったよかった、しっかり食べてくれましたね。うわすごいエメラルドスプラッシュが出ましたね。うん、やっぱシルクワームはね栄養も豊富だし水分も豊富でね、めちゃめちゃカメレオンの餌としていいですね。いやしかしほんとこのパーソンカメレオンの瞳って意志がある人間のような瞳してますよね。ということで次はね、はい、ちょっと遠目に設置して食べてもらいましょう。さあパチョミちゃん、ここ下届くか。お、見てるな。よいしょー、やっぱりねワイルドはねほんと下の伸びとね精度が素晴らしいですね。うん、やっぱりたまにはねこうやってベロしっかり伸ばして餌取らせるようにしてね、ベロ筋を鍛えるようにしとかないとダメですね。たまにねこう近くばっかり上げてしまうとねベロの筋肉使わなくなって下伸び悪くなっちゃうことがあるらしいんで、うちではねこうやって、はい、食べれる時にはねしっかり遠目から与えるようにもしています。さあこれはちょっと遠いか、もうちょっと近づけてくれって目してますけども、はい、あ、自分で寄るっていう手もあるでパチョミちゃん別に。うん、さすがカメレオンの王様ですね。寄せて今回っていう意志がちょっと感じられますね。ちょっと遠いんでね、あでも使ってくれるか。お、ちょっとずつ、はい、寄ってきてくれてますけども、やっぱ寄せろって顔してますねこれはね。はい、ちょっと寄せさせていただきますわ。じゃあね、はい、王様なんで、はい、ちょっとだけ寄せたんで、はい、食べましたね。なんですかね、やっぱちょっと好みの距離感があるんかもしれないですね。うん、さっきのはちょっと遠かったみたいです。いやでもこれ本当にね個体ごとにちょっと好きな場所というかね餌のやり方にもコツがあってね、こうやって葉っぱの上にね置いた方が反応良かったりするんですよ。ほら、はい、これめちゃめちゃ遠かったですけど食べてくれましたね。なんだろう、ちょっと認識しやすかったりとか、うん、そういうのもあるんかな。基本的にねこの側面のメッシュ部分につけるよりもこの枝とかね葉っぱにつけてあげた方が反応良くてね食べてくれやすかったりしますね。お、これちょっと脇腹見てください。これ脇腹のとこだけ真っ白になってるでしょ。これさっきまでねライト当たってなかった部分だけね光が当たらなくてこんな感じで白くなってますね。はい、ちょっとポーズ可愛いなこれ。はい、ということでもう一匹ねあげてみましょう。まだまだ食べるでしょうこのサイズでしたら。はい、一番好きな距離感でパチョミの。もうちょっとカメラが気になる、はい、段階になってきたかな。やっぱ空腹だとねそのカメラとか気にせず食べてくれるんですけど、ある程度ちょっとねお腹入ってくると、はい、ちょっと気にしだしますね。あ、でもいけてくれたかな。はい、食べてくれましたね。これ今日はねシルクワームあげてるんですけど、もう普段もね最近コオロギもしっかり食べてくれるようになったんで、これからどんどんねあったかくなってバクバク餌食べてくれて大きくなってくれたらいいですね。でね食べた証拠にね見てください、これベーンっていうね立派なねうんぴもしてくれました。はい、コロッとして可愛いですね。はいはい、では番外編ということでね、続いてエボシカメレオンのピコくんにもね、はい、シルクワーム、はい、食べてくれましたね。ピコくんも今脱皮中ですね。皮パリパリになってますね。いやしかし男前に育ったでしょピコくん、もうカスクピンピンなんですよね。はい、ただねこの子、はい、どうぞピコくん。はい、めちゃめちゃイラチなんですよね。全然ねこの手から食べてくれないんですよ、反抗期ですね。でも置いたらもう
はい、しっかり食べてくれるんです。はい、もう食べてくれるんだったら何でもええわ。ということで本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントのよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。